はい、11月2日の動画です。小松純也です。またなんか政治の話したくないって言いつつ政治の話に近いこと言うんですけど、なんだろう、大学生が、年収103万円の壁で、なんか、がなくなって、もっとバイトができるぜ、ヤッホーイっていう、政策なんですが、なんかそれについて、大学生の学費を下げる方にすべきだみたいな、また、見当違いな、なんかトンチンカンな話をしてる人が多いなっていう話をする前に、こちらの概要欄の URL から私のご支援お願いします。投げ銭、50円から100万円までできます。まあ、これも別にね、やる人いると思ってないんですよ。で、こうやってやってることで、ああ、こんな仕組みがあるんだって思って、それを使って、より自分が生きたいように、嫌なことはやらないで生きられるような人生を送れる人が増えればいいなと思ってやっております。はい。まあ、それだけで、年収103万円の壁でね、まあ、大学生が、それがまあ、多分170万円になれば、そこまでバイトができると。ね。学費を下げるべきだ、バイトしなくていいようにって言いますけど、多分だけど、大多数の大学生、その103万円の壁が関係ある大多数の大学生は、おそらく、扶養に入って実家から大学通ってる人なんで、学費のためにせこせこバイトするんじゃなくて、まあ、学費もいくらか自分で払ってるかもしれないけど、まあ、基本的には、友達と遊んだり、旅行行ったり、おしゃれしたり、デートしたり、服を買ったり、なんかは、なんか旅行行ったり、まあいろいろね、アニメのグッズ買ったりとか、まあ、週に使ったりとか、そういうことしたいから、バイトしてるんであって、多分学費のためにこうガツガツバイトしてる人って多分いないと思うんですよね。てかそもそも、学生時代そんなバイトなんかやりました？なんか学費のためにバイトって周りにいました？いや、なんか私の周りにいなかっただけかもしれないですけど、私の周りの大学生は大体みんな親から仕送りもらって、バイトして自分の遊びたいことを使ったりとかしてました。あ、ちなみに私は学費全部自分で出してます。なんせ稼いでましたんで、その時。で、まあ、それは置いといて、まあ、途中辞めちゃったんですけどね、忙しいから。でも、まあ、それも別に、扶養外れてたんで、別に年収の壁なかったですね。で、まあ、学生なんで、みたいな話をしたら、年金とか保険とか税金安くなったんじゃないかな。もう、それもあんま覚えてないですけど、基本的に払えって言われても払うし、なんか、ね、なければ稼げばいいだけだっていう思考で生きてるんで、あんまそういうの関係ないんですけど、なんかね、そうやってね、話をね、すり替える人多いですよね。だから、年収の壁はなくなった方がいいのか悪いのか、この議論をしなきゃいけないのに、だったら大学の授業料を下げろよとか、なんかその大学生がバイトしないでいいような、仕組みにしろ。いや、まあそれも大事なんだけど、それとこれとは話が違うでしょっていうことを、なんか言ってるから多分日本のパヨクの方々は馬鹿にされるし、共産党、令和、社民、数字が取れないんだと思いますけどね。まあそんな感じで、まあなんか今日はなんかね、昨日の話でクソコメが湧いたんで、頭悪い人たちに対してうんざりしてるんで、動画がちょっと攻撃的ですけど、まあ、ご容赦くださいということで、本日もご視聴ありがとうございました。